菅総理大臣は、緊急事態宣言の延長にあたって記者会見を行い、花見や乾燥芸会などでの感染対策を呼びかけました。2>, 2週間は感染拡大を抑え込むと同時に、状況をさらに慎重に見極めるために必要な期間であります。当初お約束した3月7日までに、 宣言解除をすることができなかったことは、大変申し訳ない思いであり、心よりお詫びを申し上げます。春は卒業式、入学式、歓送迎会など、人生の節目であるとともに、お花見など人が集まる機会も多くあります。今回、そうした機会であっても、 大人数の会食はおお控えいいただきまますすようお願いします菅総理はまた、感染状況を把握するため、今月末までに全国で3万箇所の高齢者施設での検査を行うほか、無症状者のモニタリングのため、都市部で大規模な PCR 検査を実施する方針を打ち出しました。一方で延長期間の感染対策については 飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛を呼びかけるにとどめました。